しばりかけてこいのしゃべくりどうシーズン2。この番組は芝居企画テコールの石井匠を筆頭に、芝居企画テコール斉藤優、上岡健二がさまざまな企画とともにトーク力向上を目指す番組です。そしてこれは仮オープニングだよ。芝居企画テコールのしゃべくりどう3人体制です。いや始まりましたね。やっと始まりましたね。ありがとうございます。3人になってね、初めてですからね。そうですね。ちょっと頑張っていきましょうよ。はい、漫才みたいになっちゃいましたね。楽しい企画にしていきましょう。はい、まあ、8月15日といえばね、はい、私の誕生日なわけですけども。おおすごい今あ、そうだったの。完全忘れた、完全忘れた。8月15日、はい、まあ、くしくもね、3人体制の初めての放送が、自分で言っちゃいましたけど、僕の誕生日、大人8歳の誕生日ですからね。ああ、はい、大人8歳ということは、はい、28歳。そうですね。ああ、なったの。ありてに言うと。すごい。年上やん。今だけやん。早くこっち側においで。分かった。頑張る。はい、数ヶ月。頑張ってなれるもん。待ってら勝手になるわな。そうだ。まあね、今年もね、多くの人に支えられながら、また1年を支えてもらってます。はい。過ごしました。来年もよろしくお願いします。早いよ。早いよ。まだ8月だよ。だからそんなわけでですね、はい、前回せっかく3人になって、まあ、企画いろいろやっていこうって話になったので、うんうん、そうですね。早速ちょっとね、僕の誕生日すごいアピールしてますけど、はい、僕の誕生日で申し訳ないですけども、僕がやりたい企画をやりたい。おいいと思いますよ、はい、何をやるんですか。夏ですよ。それは夏です。うんうん、夏といえばビールでしょ。あ、ビール、ビール大人です。あ、言ってたやつはビビ…ビビル…ビビール…キキビール選手権。キキビール選手権を、ね、第1回目の企画に、ね、持っていきたいと思います。素晴らしいと思います。はい、ビール党の私としては、私たちはね、ビール好きですからね。ふくよかですから、じゃあ、早速買いに行きましょう。はい、早速行きましょう。じゃあ、これからビールを買いに行ってください。買いに行ってきます。少々お待ちください。では、後ほど。はい、というわけでですね、暑かった、はい、暑かったですね。いや、外暑かった。早く飲みたいですよね。飲みたいね。いいやつ。これね、6種類用意しましたんで、はい、ここからね、ちょっとキキビールしていきたいんですけども、はい、していきましょう。ルールなんですけど、はい、はい、とりあえず開けましょうか。あー、そう、ね、まずはね、音大事。開けよう。開けないことには始まらないということで、はい、いきますよ。よーせーの。いい音だ、いい音だ。開けてね、ついちゃう、ついちゃう、ついちゃう。いや、もうね、自由だね、これね。素晴らしい企画だなぁ。いや、いいですね。いいですね、これね。ちょ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 はい、まあ、ついてる間にね、ルール説明しようかなと思います。お願いします。1人が目隠しをして、はい、で、他の2人が1個選んでください。はい、で、飲みます。目隠しをしてる人がで、終わったらちょっと補充してください。はい、バレちゃうんでね。で、目隠しを取って1個ずつ飲んで、これだっていうものを決めます。はい、うん、OK ですか。Okay、もし外れたら罰ゲームあるんですよね。せっかくゲーム性あるんで、お手製のハリセンでもって頭をスパンスパンといきたいと思います。罰ゲームあるから緊張感ありますよね。うん、じゃあ結構、早速、はい、あれっすよ、見た目以上に痛いですから。これ試しに手でいくよ。あーあああかわいそうか。そうなの。ごめんね、ただの絶対ごめんね。じゃあ早速始めましょうよ。はい、あ、誰かやりましょう。はい、どうしようか。せっかくだからね。じゃあ、はい、年長の、あ、でもえ、いや、え、俺やりたいな。せっかく企画持ってきたから。あ、でも、でも俺最初やりたいの。でもこういうのなんか初だし、っていうのがすごくあったら、ね、そう、うん、ただ、うん、俺ほんとビール好きだから絶対やってる自信あんの、はい、そういうね、面白くないやつは先にやった方がいいと思う。あー、どうしようか。いや、でも今回俺じゃん。いや、でも俺やりたい。いやいや、やりたい。いやいや、俺やりたい。いやいや、俺やりたい。いやいや、俺やりたい。なげえよ。雑だな、いいのかな今の。まあ、じゃあ早速始めていきましょう。私からね、石井から挑戦しますんで。はい、よろし、よし、目隠しカモン。はい、準備 OK ですね。準備 OK ですか。はい、はい、ビールは出揃いました。はい、ください。じゃあ、あとはどうする、何する、どうしようかな。あれとかいいんじゃないかな。うんうん、たくみくんがよく飲んでるのこれあたりだと思うから。あ、多分、でもこれあたりでいいと思うんだよね。あー、いいんじゃない。それ、ね、それいいとこだね、うん、それがいいと思うよ、俺も。
じゃあそれにしてみようか、うん、これでいいの、これにする、これもでもね、だからいつも飲んでるやつ飲ませてあえてで外させるのも面白いのかな。じゃあ、これにする、そうだね、これだね、じゃあこれにしま す, れしますれし、はい、お願いします。はい、こっち、あ、こっち、はい、こっちね、はい、いただきます。はい、召し上がれ。すごいね、喉の音が、ね、めっちゃめっちゃ味わってるじゃん。あ、柔らかいと思うんですよ、結構柔らかい、うん、柔らかい、おおおお、あーはもう結構しっかりしてるってか、何があったっけ朝日と黒ラベルと一番搾り、プレモル、オリオン、エビス。あ、わかんねえこれ。わかんないよ。え、6分の1。そうだね。うん。大丈夫だよ。いつも飲んでるんでしょ。ね、いろんなビール飲んでるもんね。俺飲んでない、いつもこれ。いつも飲んでない。いつも飲んでない。いつも飲んでるやつじゃない。多分ね、多分。うん。はい。いきますよ。黒ラベル。お。黒ラベル。うん、黒ラベル。いいですね、それで。超自信ね。じゃあ、答え合わせいきますか。はい、はい、じゃあカウントダウンお願いします。外れなんで、ね、5 4 3 2 1。はい、残念でした。たくみふんが飲んだのはキリン一番搾りでした。本当のやつじゃん。本当のやつでしたね。あ、これ難しいぜ。いや、6分の1だもんね。俺もなんか次順番来るの嫌なんだけど。とりあえずたくみふん残念。はい、お疲れ様です。じゃ次行きましょう。次誰行きましょう。次誰よ。どっちよ。いや、いや、ゆうくんに譲るよ。怖いから。ね、俺、怖いからゆうくんに譲るよ。じゃあゆうさん、準備しますんで。じゃあ私が、時報ということで。頑張ります。うん、はい。さあ、続いて。はい。斎藤優の挑戦ですよ。はい。一番答えられるでしょう。はい、この斎藤優はね、テボール内でも自他ともに認めるビール党ですからね。ビール党でございます。ビールのおかげでこんなになってるからね。そうです、ね、ずっとビールのですからね。ビールで育てられたもなかです。じゃあ早速行きましょう。じゃあどうしましょうか。外すわけがない。お、うん、ハードル上げるやん。はい、ケンちゃん俺決めていい？いいよいいよ。じゃあね、ゆうくんの好きなやつ以外で。多分ね、これがま多分そんなに飲まない、うんうん、これ、じゃあこれで。あ、これ、うん、はい、飲みます。はい、お願いします。あ、もう匂いからしてもうね、あ、もう大丈夫だね、とりあえず飲むけど。あ、いい音すげえ、半分ぐらい飲んだ。いいよ、もらうよ。い、あ、もういいの。うん。飲みたいの。いや、君の仕事は何のビール具を当てるかですよ。これね、本当に見えないし、うん、分かんない。どうぞ、分かります。いや、でもこれはあれだね、うん、まろやかだね。まろやか、ほうほうほう、はい、とても飲みやすいビールでございます。おー、うん、なので、はい、まず、はい、そうだな、朝日、黒ラベル、黒ラベル、一番搾り、プレモル、オリオン、エビス。なるほど。エビスとね、プレミアムモルツは絶対違うんですよ。おー、オリオンも今のじゃないな。うーん、あとは朝日、うん、スーパードライか、うん、黒ラベルか、一番搾り、うん、うん、一番搾りでもないな。おお、まあ、さっき私飲んだからね。そうだね、そうだね、まさかね、同じようにするはずがない。日本連続で、おー、失礼。はい、決めました。はい、私が飲んだのは、はい、俺ほんとビール好きだから絶対当てる自信あんの、札幌黒ラベルです。俺ほんとビール好きだから絶対当てる自信あんの。はい、残念でした。じゃあ続いてケンちゃんいきましょう。スルーなの、このままスルーなの。さっきと違う流れでやってるのに。スルーでーす。はい、じゃあ続いてはね、神岡くんの挑戦なんですけど、はい、まあ、さっきのね、ユウさん、さっき俺が何飲んだの、ユウさん忘れたよね、ごめんね、知らされないの、面白すぎて。次行っちゃおうと思って、だからいいなと思って思いっきり立てちゃった。さっきはね、プレモルですよ。あ、ね、そっちか、やっぱりどっちかなと思ったんだよ。いや、最初にないって言ったじゃん、プレモル。面白いな。はい、じゃあね、次、ケンちゃん。はい、まあ、これ、本当に見えないんだね。ケンちゃんはビール飲んでるイメージないんだよな、俺。そう。でも結構好きだよね。いや、好きだよ。毎日、毎日っていうか、ビール飲むとき絶対プレモルだもん。あ、本当に、本当にいい情報知りましたね。そうだね。でもさっきプレモル出ちゃったから。いや、わかんないね、そんなのね。わかんない。うちらの差し込みじゃん、そんなもん。ああ、良い。じゃあ、なんか選んで。
分かった分かった。じゃあ、たくみくんどうぞ。じゃあ、これどうにかして見えない。あ、それ、あえこれ、はい。まあ、普段飲んでるって舌を信じましょう。そうだね。はい。うわぁ、ほんとに分かんねえ。いただきます。どうぞ。これ苦いからプレモルじゃない。おお。で、はい、俺そんなに飲み慣れてないから、うん、朝日か黒ラベルか恵比寿だと思うんだよね。おお、なるほどね。多分この3つのどれかなんだよ、はい、他に特徴あります？他に特徴、うん、あのね、ちょっとぬるくなってて若干わかんないんだよね。正直なこと言うと。じゃあ3分の1で。3分の1。行くしかないんだよ。いや、でもね、苦さがすごい特徴があるから、うん、はい、今もう目の前にあの、恵比寿のおっちゃんが映ってるから、多分恵比寿だと思うんですよ。おー。おー、うん、じゃあ、正解発表いきます？そう。じゃあ準備してください、ハリさん。はい。はい。そい。結果発表まで、5、4、3、2、1。ちょっと飲んでいい？あ、減ってる。いいよいいよ、減ってる減ってる。飲んだもんね。すごい、ケンちゃん、すごいね。うんうん、これだ。当てられるもんだね。あの、今正直3人って言ってるけど、今周りにもいい人いるんですよね。拍手多かったね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。デコルの皆さんです。まあこれ罰ゲームはハリセンで、正解は温かい拍手。ありがたいです。まあすごいですね。めっちゃ怖かったんだけど。いや、はい、じゃあどうしましょうかね。まあ、とりあえず乾杯しようぜ。そうだね、一巡終わりましたからね。一巡終わり、はい、じゃあ僕好きなプレモル持つね、はい、じゃあ俺はスーパードライで。あ、紙コップだね。じゃあ一巡目お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんでなんでこれ。はい、そういうことですね。ちょっとまあ一人一回ずつでありましたが、エンディングですね、はいはい、エンディング早いね、はい、もう遅かい。いや、どうですか、キキビール。意外と難しかったなと思って、やってみるとね、うん、なかなかに当たったんで。いや、ごめん、ちょっと勝利の美酒か。バレたバレた。いいかなと思って。一人だけ当てたもんね。すごいですよね。いや、本当にね、飲み慣れないやつは一発で分かったね。うん、うんうん、すっごいな、いつもね、飲んでるやつを裏切ってしまったっていうのは。本当だよ。心苦しい句があります。いつもね、一番絞りね、キリンさんの飲んでるんですよね。あ、そうなんだ。そうなんですよ、僕は。僕逆にプレモルばっか飲んでるから。あ、うん、やめたかった。でもね、楽しかったですよ。うん、まあ、そうだね。誕生日でね、やりたいことやれて。ね、嬉しい。しかも、初の3人でやりたいことを。うん、企画第1弾目、うん、はい、やって。まあね、楽しかったよ。ちょっと理不尽だったもんね、ゆうくんね。この後とか、まあ、来週、最初これ1個、はい、なんかやりたいこととかってあります？まあでも、まあ、繰り返すようだけど、匠が好きなことやったんなら、僕かゆうくんがなんか好きなことやった方が順番的にいいんじゃないかなと思うんですけど、だったら、お、私が大好きなビールで外してしまったので、次は大好きなマヨネーズで検証してみたいことがあります。検証っていうと題して、あのマヨネーズに合わないものがあるのかどうか、これ検証してみたい。すげえ、撮影始まってから一番声を大にして言ってたよね、今ね。これはね、永遠のテーマだからね。永遠のテーマ。合わないものがないもの。よく言いますよね、マヨネーズに合わないものはない。ない、うん、いや、なんか、また食べ物かってすごく思っちゃった。まあ、またっつうか、まあ、言ったらマヨネーズもね、飲み物ですから。飲み物続きになりますけど。また飲み物か。ぜひ、ね、こいつダメなやつだ。ご付き合い願いたい。ガチなやつだ。じゃあ、まあ、次週はゆうさんの大好きなマヨネーズに絡めたマヨネーズに合わないものはないっていう、ない検証で。じゃあ、だったらせっかくだからさ、はい、YouTube のコメント欄でもいいし、はい、ほら、僕ら芝居企画でゴールだから、Twitter とか使ってなんか合うもの合わないものっていうのを聴取してもいいんじゃないかな、ね、すごく思う。だったらこれ合わないよっていうのをね、どんどん送ってもらいたい ね、ね、逆に知りたいね、合わないもの。そうそうそう、俺も言ってマヨネーズは好きだからね、うん、大好きだもんね。大好きだね。マジか。揚げ物 120% ぐらいマヨネーズだった。じゃあ、まあね、そんなわけでね、来週のね、はい、マヨネーズいろいろ試してみましょう。試してみましょう、はい、じゃあね、今週もちょっと企画始めましたけど、はい、
これからも頑張っていきたいと思います、3人で。はい。来週からもよろしくお願いします。お願いします。